こんにちは、柴田です。今日はスタジオに来ております。何をするかというとですね、今日はソニックポートを JC で鳴らしてみたいと思います。まずはセッティングから見ていきましょうかね。こちら Line6 ソニックポート、この黒がギターですね。こっちの赤がアンプにつながっております。でここからこちら iPhone ですねにつながっておりまして、アンプは JC フラット状態ですね。若干リバーブだけ効かせております。で適当に鳴らしていってみましょうかね。アンプもいろいろ選べます。ベーシックな状態だとこれディレイとアンプになってるのかな。ちょっと一回ディレイをオフに。結構好きな。コーラスをプラスしましょう。コーラス。ディレイより前の方がいいよね。ジャリーンとしますね。うん、個人的にはすごく好きな感じの。ちょっと一旦切っておきましょうか。これ赤になったら切れてるってことっぽいですね。ジーシャン。いいですね。これもいい。この2ついいですね。うん、軽めのドライブ。うん、ちょっとミザリー弾きたくなるような感じの音ですね。低音がいいですね。すごい前に来る。これはいいな。おお、これはいいな。これおすすめですね。
音作り次第って感じですね。うん、次ここもそうですね。ますね、重みがあって抜ける感じで、これもいいんじゃないですかね。ちょっと派手めなフランジャーをかけてみましょうかね。ちょっとワウ、一回フランジャーオフにして、ワウワウワウ、どういうこと、まさかの手動ワウ、まあ手動ワウっていうか踏みっぱの状態なんでしょうね。レディオボイス的な感じですね。ワウワウしたい場合は手でやりましょうっていう、なんでしょうこれは。ちょっとなんかバグってるぞこれ。しっかりと聞きますね。ちょっとミッド上げてみましょうかね。ローミッド。おお、しっかりしてますね。
今回なんかノイズが増えますね、これね。えらいノイズが増えるな。フランジャー2。感じですかね。うん、まあ十分十分遊べるっていう感じではありますね。まあ iPhone1 台とソニックボード持ってくればこれだけ遊べるんで全然楽しめましたね。まあわざわざスタジオじゃなくて家でも全然十分楽しめると思いますので参考にしていただけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。